はい、こんにちは、森紫です。今日も引き続き、春物、先物買い推奨特集でございます。まずはね、人気が高くて、やっぱり春入ってくるとどんどんなくなっちゃうものをね、早めにご紹介していきたいなということで、今日は最近人気が非常に高まっているトレンチコート。その中でも、非常に人気のあるブランド S についてご紹介していきましょう。それでは行きましょう。Let's get started. S, S のね、トレンチコート。人気の理由はいくつかあると思うんですが、まずね、生地が結構薄くって長い期間使えるっていうことですかね。あと価格がね、やっぱ手頃であることですかね。ジェダイのラインナップの中でアウターでこの7万円台ですかね。出てるものとほとんどないんですが、この辺がそれで買えちゃうっていうところの値段の手頃さ。あとは、何よりこのね、フォルムが非常にパクッと切る感じで今っぽいんですよね。で、そんなこともあって、ジェダイの中でも人気が高い S のトレンチコートなんですけども、一方でね、苦手な方もね、いるみたいなんですね。わかります トレンチって、ちょっとこの辺のエポレットとかはね、S はないんですけども、エポレットがこういう風に付いてたりとか、こうなってこうなる感じっていうんですかね、ガシッと固まってからビュッと広がるみたいな、ミリタリーっぽい格式バッタ雰囲気とか、ルックスとかですね、あとは竹もちょっと長めで、なんか大げさ感があったりとか、あとはね、そもそもこのベルトの処理ですね、この辺をどうしたらいいかよくわかんないよって方も多くって、ちょっとね、苦手意識を持っている方も、この S 登場以前多かったんじゃないかなと思うんですよね。ただ、その辺りね、問題はね、 に解決しててくれて、まあ、誰でも簡単にかっこよくこととができるトレンチとしてこの S がね人気になってるのかなっていいう,うに思います実はねこの s の s トレンチコート、秋うものと春物っていうのは実は別になってまして、裏地があるもの、総裏のものっていうのが秋うモデルで、こっから入ってくる春夏モデルっていうのは、この裏地がね、半裏っつって、この袖の裏だけしかないんですね。で、この袖の裏はやっぱり滑りがいいように T シャツとかで滑りが良かったり、あと春のニット着た時とかに滑りがいいように、このちょっとつるっとした生地が袖裏に貼ってあるんですけども、ここ以外はね、もう もう袖何にもないんですね裏地がこれが春夏のモデルになっていて今入ってきてるモデルになりますこのトレンチはまあレザーなんかと一緒で羽織るだけでこれ全体の印象を一発で持ってかれてしまうのでいい意味で言うとやっぱり一発で持ってってくれるのでどんな格好の中に着ててもですねそれなりにパシッと決まってくれるんですね S のコートは非常に軽手でもうシャツ地みたいに軽いって言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんが非常に軽いのでニットの上とかあるいは今僕が着てるみたいに T シャツの上とかにさらっと着てあげてもいいので春から初夏まで長く使えますというます いう感じですかねで今回は特にこの新色のチャコールグリーンという色。グレーがかってるグレイッシュなグリーンなんですね。めちゃくちゃ綺麗な色でかっこいいので、こいつをね、ちょっと使いながらスタイリングで見ていきたいなと思います。この S のね、特徴としては、まあさっき言った生地が軽くって、撥水防風性もあるので、軽いレインコート代わりに使えると。ただレインコートみたいに全然蒸れないので、そういった意味ではいろんなね、機能的なものもすごいいいんですけども、一方でやっぱ、スタイルがすごく決まりやすいっていうのがあるんですね。で、幅広く使えると。まずはオンですね、オンスタイル。 アイルアップとかジャケパンスタイルでも使えますすといいう感感じじがこんな感じでございますまずジャケパンの上に軽く羽織った感じですね。バンヌッチのネクタイ締めて、まあ、インコテックスのウールスラックス、ワンプリーツのモデルを履いてという感じでトレンチですね。で、前を締めてあげてこんな感じ。S のトレンチって基本的にはカジュアル使いもできるようにって設計されてるんですけども、しっかりしたこういうドレススタイル、テイラードスタイルの時でも全然違和感なく使えるんですね。これが一つ魅力じゃないかなと思います。で、例えばバックパックなんかをね、こうやって背負ってあげると、バックパックってブルズ みたいなものと相性って僕そんなに良くないと思っていてちょっとカジュアルになりすぎるんですよねただこういう風に結構着丈が長くって迫力のあるものに合わせてあげるとそれだけでスタイル一発で格好きもあるので非常におススメスタイルかなと思いますで一応ねちょっと黒の方もソウラこれねアキュモデルで作ったスタイルなんで参考までなんですが使い方としては全然印象変わらないのでまあ、イメージとして見ていただきたいんですが黒の場合だとこんな感じですかねスーツの上ですかね、タイルアップスーツの上に着てこんな感じ全然おかしくないかなということで本当にビジネスマンの方が、まあ、仕事 行く時もしっっかかり使っていいただけるかなと思いますで、これ実はね、竹がね、ちょっとだけ長くなったんですね。2年ぐらい前かな。5センチぐらい長くなったんですね。それによって、よりオンでも使いやすくなったということもありますし、あと実はカジュアルシーンでもバクッとした感じが、よりかっこよくなったかなと思うんですね。で、余談なんですけども、実はね、S のトレンチコートって一番初めに出てきたときは、その5センチ長いバージョンだったんですね。それでやってたんだけど、各所からちょっと長すぎるっていう意見が出て、5センチ短くしたという経緯がありました。で で、それが2年前ぐらいにやっぱり長い方がいいよねって言って戻したという感じなんですが、本当にその5センチってすごいこれだけなんで微妙な差なんですけども、やっぱり時代感とか感覚っていうのがあってですね、ちょっと先取りしすぎたっていう感じだったんでしょうね。当時は少し長くてこうバクッとしすぎじゃないっていう印象だったんですけども、人の感覚って不思議なもんで、もう今ぐらいで見ちゃうとやっぱ長ければ長いほどかっこいいじゃんみたいな風潮があるので、そういう意味では今っぽくまたなったと。ちょっと早すぎた S のトレンチでしたという感じですかね。で、えっとオフの方にカジュアル使いですね。若者のファッションシーンなんかで でもこのトレンチ長めバクッと着るっていうのはね、この、まあ、ラグランスリーブなんで、バクッと着ても全然問題ないので、バクッと着るってすごい流行ってるんですよね。そういうような着方で、例えばこんな感じですかね。少しテーパートのかかったパンツ、ボレリオのパンツに、スニーカーークですね。これはまだ内緒です。<laughs> で、あとジョンスメドレーかなのニットの中に着て、で、上からバクッとこう羽織ってあげるという春のスタイルですね。こんな感じであれば、ザッツのね、シャレ感の効いたポーチを手に下げてあげて、休日スタイルとして歩いてあげると、めちゃめちゃ今っぽい感じで、かといって すごい若者の真似してるって感じでもなりきらずにですね、うまいことをおしゃれに見せることができるので、こんな感じで土日歩いてあげてもいいかなっていうスタイルですね。であとはもうちょっと板かじに寄せてあげてこんな感じでしょうか。ジャブスのパンツに上ジーニックのデニムですね。その上から羽織ってあげるという感じでしょうか。手持ちのバッグは今季の初登場の大きめのザッツのビッグバック。ショルダー使いなんかもかっこいいです、こんな感じです。さっきのね、レザーのバックパックと同じ理論で、ブルゾンだとね、ショルダー使いって少しこう浮いてしまうんですけども、これだけ面積の大きいコートの上に、 ででかいババッグをショルダー,でバーンっってやけだあと思いますあとね、こちら参考までにブラックですね。ブラックは本当に今回ちょっとごめんなさい。あんまりちゃんとスタイル組んでませんけど、全然使いやすいので、一番人気の色なんでちょっと今回組んでないんですけども、前の総裏のモデルで、秋冬でこんな感じですかね。こんな感じで実はニットの上に着て、冬に使うってこともできます。冬だと総裏の方がおすすめなんですけども、まあ冬じゃない限りですね、みんなで調整してあげれば別にいくらでも使えますんで、どちらでもいいかなという感じで って。 であと、サイズ感ですね。このスタジオで1と2持ってきてるんで、ちょっとお見せしていきます。はい。今ね、僕が着てるのが、ボレリオのパンツのチャドっていうモデルですね。今年からジェディアもね、カジュアルスタイル力入れるようなんて話を前からしてるんですが、その中の筆頭というか、僕が実際その土日でゆるっとした格好したいなーって時に結構よく履いてるパンツなので、カジュアルスタイルとして今後押していこうかなと思っているものの一つですね。ボレリオのチャドというモデルで、この辺がすごくゆったりしていて、かといってこのままストーンっていっちゃうと、ちょっと若者の真似してるもう本当に ワイドドパパンツみたいにななちゃねそれれやだなっっっってててて自分的には思っててです適にーかかってるとで何よりこれイタリアブランドなんでやっぱちょっとどっかでツヤがあるんですよねこれ実はタイルアップとかもできちゃったりするんですよなので非常にお勧めしてるんですがこれにね3ドッツのねちょっとゆるっとしたルーズフィットの2枚パックティっていうのが今年出まして今まではねモックネックとクルーネックの2枚パックだったんです去年まで今年はねもうクルーネックの2枚パックになっててこれでね S なんでね結構大きいんですよね出すとねこれぐらいになりますただね洗うとねちょっと詰まるんで多分それでちょうど いいビビッグシルエットビッググシトにになななるるんじゃないかなという,ふうには思っているので結構ね、詰まるんですよ。スリードットのこの生地って。なので、ちょうど良くなってくるんじゃないかなと思うんですけども、これタックインしてこんな感じでブラウジングして着るとかっこいいかなと思っていて、こんな感じのスタイルがまずベース。靴はね、これスニーカー、ヨークのスニーカーですね。ちょっと内緒です。上ニットとかロングティーとかロングニットでもいいんですけども、ちょっとこの辺ね、夏にも、ね、やっぱ使えるっていうか、初夏でも使えるっていうこともね、あるんで、このスタイルでちょっと今日は合わさせてください。これに2と1を今日持ってきてます。で、まずね、2をね、着てみましょう 僕の身長が173から4ぐらい朝と夜で違う体重が62.5ぐらいかな肩細め骨格細めなんで比較的やっぱ細めの1 7 3センチだけど細めのやつなんだなぐらいに思ってもらって。 でいいかなと思いますなのでね、身長から言うとね、だいたい M の方が本当はいろんなものいいんですけど、体格的に S の方がいいかなってことで、S を切ることの方が多いというイメージです。多分僕の身長で体重が65とかある方は、ほとんど皆さん M でいいかなっていう意味では、この2の方でいいかなと思うんですけども、ちょっと2で切ってみました。こんな感じですよね。全然いいですよね。なぜ2から来たかと。僕ね、実はね、この S のトレンチ何着か持ってんだけど、全部1なんですね、持ってんのは。じゃあなんで2から来たのって話なんですけど、なんか気分的にそろそろ2でもいいかなって思ったっていうところでしょうか。 このガバット感と長さ、そもそも1を持ってるからっていうのもあるんですけども、僕は黒とかベージュとか他の色は持ってて、チャコールグリーンみたいな、ちょっと新しい色だったら、もしかしてサイズを変えてあげたらまた別の使い方できるかなってことで、なんとなく2が欲しいなと思って2を着てみたという感じですかね。こんな感じです。前閉めてこんな感じですかね。本当に中、すっごい垂らしない格、ね、好しても、前閉めちゃえばそれなりに見えると。あとベルトの処理は、若い子だとね、こうやって垂らすのが流行ってるそうです。<laughs> 僕はあんましないです。ただ、S のコートって、ここがね、一応ね、止めてあるんですよ。だから気がついたらな ななくっちゃったったてことはないっていうのはめちゃくちゃ安心なんでまあほにこのスタイルでや、ね、ってあげても OK ですやめた方がいいかなと思うのはここ結ぶやつですかねなんか昔はよくいたんですけど最近あんまり僕は流行ってないなと思ってて昔はこれで後ろこう締めてウエストを締めるみたいな感じのこなしっていうのがよくあったんですけど今ちょっとそういう着方ってあんましないので後ろはもう締めないでまあ若い子はこうだらすらしいんですけど僕らだとやっぱここ入れる感じですかねポケットに入れてあげるとか感じですかねそれで生きてることが多いですあととははウエストでマークしたたいなな印象変えたいなった時はここ で締めてあげる普通のトレンチって結構ここがセットインでカチッとしてエポレットがあってベルトまで締めると軍隊ですかみたいになっちゃうんですねイメージがすごく強くなるんですけどもだからね苦手意識あると思うんですけど S のコートってこうやってラフに締めても全然おかしくないんですねちょっとやっぱり生地が柔らかくてフェミニンな感じがするというんですかだからだと思うんですけども誰が着てもそれなりに見えるのでそういう意味でベルト扱いが苦手だなって方でも安心して着れるかなと思いますこれが2ですねちょっと1着てみましょうはい次ね1位ですねこんな感じです 意外にね、1着てみても全然問題ないなって多分皆さん思ったと思うんですよね。バクッとした良さはそのまま残ってると思うんですよね。普通に着るんであれば全然1でもいいかなと思います。あの、丈がね、やっぱり5センチ伸びたのが結構でかくって、伸びる前ってやっぱちょっと膝丈ぐらいだったんですよ。だから本当にちょっとハーフコートっぽく見えてたんですけども、今全然そういう風になってないので問題ないかなという感じです。さっきよりもね、ちょっと収まってるかなという意見も今見てる方から来たんですけども、そういう意味ではやっぱり僕1が適正サイズなんじゃないかなと思います。肩とかがね、やっぱり細いんで、1の方が 適ななのかなと思いますで。前は肩収まってんだけど丈がちょっと短いかなと思ってたのが中性されて全然問題なくなったという感じですかねただそのさっきなんで僕が2位の方が気になってるって言ったかというとやっぱりそのトレンチとかこういうコートのバクっと感っていうのがカジュアルシーンだとやっぱり注目されてるというかだんだんそのファッショントレンドとしてはやっぱりしっかり定着してきてるんですねこの1だとちゃんと着てるっていう感じにはなるんですがそのバクッとしたラフな感じっていうのは出にくいのでカジュアルに着るのだったら2でもいいかなみたいなところですかねちょっとこれもじゃあ前閉めてみますこんな感じで 全然かっこいいですね前締めて前閉めた時はここ若干上がるんでちょっとだけ膝が見えるかどうかぐらいですかねとていうふうになるのでこの辺りでねトレンチっぽい長さを見せたいんだったら2の方がいいかなとかっていうのは好み出てくるかもしれないですねはいあとねちょっと着こなし的には S のね袖口のバックルねこれこうやって引っ張るだけで締まるようになってるんですねこうやってキュッと。 この辺も好みなんですけども、少し広めで使ってもいいですし、少しここをね、キュッとすることで、昔のミリタリーっぽい雰囲気っていうんですかね。っていうのを出してあげるのも、着こなしとしてはかっこいいです。この辺もね、好みに応じてですかね。オンスタイルの時だったらあんま過剰にやらない方がいいと思うんですけど、カジュアル使いする時なんかは、この辺アームが広がってて、これだけキュッと閉まってるみたいなフォルムって結構かっこよく見えるので、この辺もね、ちょっと気をつけてあげるとかっこいいかなと思います。という感じなんですけど、まあ、おすすめとしては、僕のサイズ感であれば、ジャストサイズの1。 たがいいいかなと思います十分丈も長いしガバッと感も出るので問題ないかなと思うんですよね。で、逆にカジュアルでガバッと見せたいというかもっと大きめで、ね、ガバッと着てる感を大事にしたいとかあとはもうすでに持っててちょっとそれとイメージ、まあ、色違いを買うんだけど少しイメージ違いも使ってみたいなみたいな方はワンサイズアップで買ってみてもいいかなっていうふうに思います僕がまさに今1しか持ってないので2を買おうかなと思ってるっていうような感じなんでそういう買い方がいいかなと思います。すごい雑に言ってしまえばこんなこと言っちゃいけないかもしれないけど <laughs> 見ての通りあんまり変わない んないんですね多分これが1だこれが2だって言われないでそのまま着されてどうぞって言って持って帰ったら多分それで皆さん満足されちゃうっていうレベル感のサイズ感の違いでしかないのである方のサイズでまあ気に入ったものを買っちゃうで問題ないかなっていうのは正直思うとこではあります多分それなりにどっち買っても馴染んでそれなりの使い方ができるようになってしまうと思いますのでそこまでシビアにならずに買ってしまっていいっていうのがちょっと僕的には最終結論かなというふうに思いますはいという感じで今日は S のトレンチコートの紹介でしたもう色サイズすでに欠けちゃってるところも出て 来てまますすので気にになった方はねおお早めによろししくお願いします特に、ね、このチャコールグリーンというのはちょっと新作でまだあんまり世に来てる人もいないと思いますのでこの辺りもおしゃれに決めてみてもいいかなと思いますのでご検討くださいはいというわけで今日の動画は以上となりますいいねと思った方はいいねの方とチャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたしますあとインスタグラムでもこういったスタイルの紹介とかいろいろやってますのでもしよろしければミノファイブというアカウントフォローの方よろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょう森市でしたバイバイ Thank you はい、ちょっとサイズ感についてさっきも言ったんですけどツラツラと言っていきたいなと思うんですけどもサイズ感ってやっぱメンズのファッションではすごい肝になるところかなと思ってて非常に重要なところではありますよね特に僕もやっぱりサイズ感はすごい気にしてフィッティングとかサイズ感非常に気にして物は買っていてメンズだとやっぱりなかなか色を選んだりとかレディースみたいにスカートもあってキュロットもあってスパッツもあって何もあってパンツもあって何、まあ、かっていうふうに種類がそんなにそもそもないじゃないですか色もねそんなに派手な色も使えないしとなるとやっぱりフィッティングによって男性のもね ファッションの良さって決まってしまうのででやっっぱそここら辺にには非常に気を使ううべきだろうなって思ってるんですよねのの S のコートなんかかもやっぱりどうですかね、まあ、S のコートに限らずなんですけども、どこはサイズ感でどこを気にするかっていうのがやっぱり年によって僕も違うんですよね。そういえば前も言ったんですけど、ジャケットは前はね、なんか丈感が非常に気になってたんですね。肩が多少ちょっとこう落ち気味になってもいいから丈が長めがいいな。まあ多分クラシックがすごい押されてたからと思うんですけども、本当にここ最近は肩がビシッ立ってる方がいいなって思うようになったんですよね。なんか丈がすごい ううというよりはもう肩がビシッと合ってないと気持ち悪いっていうふうに思うようになってて同じそのサイズ感って一口に言っても自分の体に合ってる合ってないかだけじゃなくてですね今のトレンドっぽく合ってるか今のトレンドっぽいフィッティングかっていうのももちろんそうなんですが今のトレンドにおいてどこが重要か竹の長さが重要なのかそれともガバッとしたフォルムが重要なのかみたいなところがあってですねなんかそういう意味だとそのサイズ感ってまずは自分の体に合ってるかっていうのがあると思うんですねであとはどこを見るかっていうのがあると思うんですけどもう一つやっぱり今のトレンド感の中でど ここに着目するかみたいいなところっていうのもあるんんじゃなないかなと思うんですねもちろん自分が服のデザイナーで全てを自分の思い通りに調整できるんであればですねそれはそれに越したことはないんですけどもただそれは多分できないから皆さんいろんなブランドからつまんでつまんで買っていくんですよねでその中でどこを重要視するかみたいなところっていうのは結構そのトレンドとかあの時代感によって変わってくるんだなっていうのはその3つ目に関しては最近自分もね気がついたところです何か違和感があるなと思ってて何なんだろうと思って突き詰めてみたら多分自分の そのサイズ感に対するる考え方自体が変化してるわっていうのにちょっと気がついて、まあ、そういったとこも大事だなとあとはねやっぱりそのサイズ感については自分でその目を鍛えるしか多分ないんですねで僕もやっぱりあのお店で買うことあるんですけどお店に行ってその特に自分がどこを気にしてるかとか自分に合ったサイズ感っていうのをお店の人が的確に言うことってほぼ難しくて理論上あなたにはこれがいいですよねってことは言えるんですねなんかいわゆるライフウェアであればねそれでいいと思うんですよただやっぱりそのおしゃれ着として着るときってさっきも言いましたようにそのただサイズが合ってれば いいだけじゃなかったりししますしあとはもう一歩さっき僕が気づいたって言ってたどこにフォーカスしてサイズ合わせんのってとこ結構重要だったりするのでなかなかそれを例えばそのオンラインサイトの AI を使ったサイズリコメンデーションサービスでできるようなもんだとも全然思いませんしあと逆にお店に行ったプロのアドバイザーに聞いてもその辺って僕は少なくとも適切なアドバイスをもらったことってあんまりないんですね結果そのあなたの体に合うのは S サイズですね M サイズですねっていうことは言えて M サイズちょっと大きめですねっていうのは言えるんだけどむしろその おっきめで着たいんだよねとか、パンツのバランスと考えた時に肩は落ちてない方がいいんだよねみたいなところっていうのはなかなかこうアドバイスしきれない部分。好みにも入ってしまうんでねと思っていて、メンズは特にね、カテゴリーでの合わせうんぬんとか、色の合わせうんぬんとかよりも自分の体型を知り、そのサイズ感がどういうバランスで着るべきなのかみたいなところを勉強した方が多分おしゃれに見えるかなって思います。メンズの方で結構シンプルな格好をしてる方ってまあまあ多いと思うんですよね。おしゃれと言われてる方、インフルエンサーの方でも。 ただなんか同じ格好をしてんだけど自分と違うなって感じるとって実はそういう細かいサイズの設計だったりするのかなっていうふうに思うので、まあ、そこの部分をねしっかりと自分の中で勉強というか研究していくといいんじゃないかなと思います本当にいろんなものをつまみ食いしてや,やれレーザーだやれダウンだやれいジ,ジャンだっていろんなものをつまみ食いするよりもなんかむしろそのフィッティングに命をかけていった方がおそらくおしゃれに見えるんじゃないかなと思いますはい